はい、こんにちは、ビッグボーイです。モンハンワールドをまたやっていきます。前回はゾラ・マグダラオスの捕獲作戦を実行したんだけど、残念ながら失敗に終わって、でも大峡谷っていう道が開かれたから、そこの探索に向かうと。ハイメタって装備解放されてたし、道具もたくさんあったんで作ってみた。で、コテだけなかったからジャナフでも組み合わせるか。今作はね、どうもそのモンスターのシリーズをバラバラにして装備する、まあ、だからジャナフ以外に他のモンスターの装備が混ざったりしてても特にデメリットがないので、全身ごっちゃでも OK。 なんか腹膨らんでるように見えんな。じゃあ早速探索に行きますか。着きましたね、相棒。まずは進めそうな場所を探しませんか。ここね、マグダラオスとの戦闘で開けた場所。ここを進めば通り抜けられそうですね。ネルギガンテさえ現れなかったら捕獲できたんじゃないの。マグダラオスは脇目も振らずにまっすぐ進んでいきましたね。向こう側に何があるんでしょう。この2人、巨大な亀裂、これが古竜の力。あんた吹っ飛ばされたよな、ネルギガンテに。うっかり落ちないようにしないとですね。落ちれない。もうそろそろでしょうか。さあ抜けるぞ。結構遠いけど。行ってみましょう。早く、こっちです。モンスター来るにしては早い展開だ。誰だ今のは。相棒、目が覚めましたか。ここは研究基地。どこ？
三騎団。どうも。どうも。よ、運び込まれたのよ。ご騎団ですよ。岡三号の大地ね。岡三号の大地をじっくり探索、確かにいい案かも。まあ探索しようとしたら早速吹っ飛ばされたけど、マッカ？マカ錬金研究員。ねえ、ありがとうね。ほう、ゲット。これすでになんか一個持ってて装備してるんだけど、どんなやつだったっけな。装備どっかで変更できるかな。あ、隊長おった。これだ。物理ダメージ軽減で、こっちは防御スキルか。このままでいいのでは。これ変えなくていいな。なんかここもここで広くはないんだけど、すごい作りしてんな。そうそう、物資補給所。じゃあ行ってみよう。ここが研究基地ね。でこっちが大地。そういえば、チチヤック、変な名前。行きましょう。メッシュ効果切れてんじゃない、これ。切れてるし。肉定食。この料理風景は変わんないな。さて、まだ全域は分かんないな。足場はどこだこれ。おい、スペランカーなら死んでた。霜降り草。シルベムシに従っていくか。おお、痕跡あった。いやすげえな、ここなんか病気になりそう。足跡。おお、何今の。どんなモンスターだこれは。おお、コケみたいの生えてるけど青い。この辺いい骨が取れそうだな。また誘導が起きない。こっちか。
モンスターが閃光を出すのか。相棒。そうだね、ちょっと戦闘はまだ後にしよう。うん、敵対がしてこなかったな。ラフィーの巣。現在地ここ。キャンプ設営地を発見しないとね。チティアックの痕跡はたくさん集めとこう。これターザンロープ。すげえな、これなんか貝殻刺さってるよ。もともとは海に沈んでたんじゃないのここ。パール、こっちには行けないね。はい、土ヤックでしょ。いや、進行方向が同じなんだよな。上登れる。待って、痕跡。登って。今どこだ。あ、眩しい。空もさ、なんか真っ青だからさ、ほんと海の中みたい。深海の結晶。なんかすげえツタも絡んでんな。キャンプ地点を探しといた方があと楽だから見つけちゃおう。どんなモンスター出んだここ。だいぶ不明痕跡あるよ。見てください。ここならキャンプを作れそうですね。調査資源管理所に相談してみましょうか。研究基地にお客さんが来ているそうです。一度帰ってみませんか。よし。うん、ティティアックを発見するだから討伐するではなくていいのか。もうちょっと探索したいな。広い。ここにいんのか今。下いける？おお、どんな足腰してんの。こっち行ってみよう。うわあ、下が見えない。鉱石も結構あるな。11番から横には進めない感じか。こっから先は進めない。よし、じゃあ一回帰ろう。無口なのかおしゃべりなのかこの人。いつの間にかリーダー来てるし。よ、
カオウルム。おっと、行くか。気球、空、すごい。え、滑空？飛べんの？これはすごい。パオウルムってやつ買っちゃうか。面白そう。飛べパオウルム。んで装具、装備しないとな、どっかで。これはね、あのベータのとこにもあったけど、ぶっ刺したら体力回復するってやつだ。これでよし。よし。よし。気をつけろよ。そういえば、おかさんごの卵を食べる。卵を食べるなんて贅沢なやつな。ちょっとこれ使ってみたい。ほっ、ん？ん？どうやって使うんだこれ。あー、風に乗るってわけか。さすがにこれ単体で飛べるわけはないわな。さあ、痕跡探そう。はい、来た。おお、飛んだ飛んだ飛んだ。まさに滑空、そういう感じが。ならこれ高所からモンスターに乗っかって攻撃しやすくなりそう。あー、ザンの若干格どんなモンスターだパオウルムって。飛ぶ系のやつじゃないといいな。飛ぶやつ厄介な戦闘になるから。飛ぶ系のやつだ。ファーストコンタクト、穏やかそうなモンスターに見えたのに。さあ、でもこの武器は強いぞ。よいしょ。ゲット。回復ミツムシバンバン持ってきて。お供、なんだ。あんまり攻撃してこない。ボディープレス。膨らんで飛ぶのか。翼もあるけど。
危ない。あ、太刀強い。痛い。痛い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 。回復の。ちょっと降りてくんないかな。スリンガ。お、三角来た。この空に飛んでるのはこれなんだ、クラゲか。ちょっと飛びたいな。痛い。ちょっと飛びたい。この辺飛び乗れそうなところがないな。あ、移動した。お、あ、いた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 。こいつに捕まりたい。痛い。いただいて。おっ、ん、 なんだ今、何かが光ったぞ。待ってよ、スリンガー閃光弾があるんだ。あ、まさか今後ろに、あの、なんだっけ、もう一体モンスターいた。よし、よいしょ。さあ仲間が来るぞ。よいしょ。危ない、ちょっと膨らんでる、こいつやだ。投資使いたいな。投資使いたいな。使えるタイミングがない。いや、拾う。仲間が接近してきてるから、仲間が来たら取りたい。痛い。もうこいつ膨らんでるところはそんな硬くないな。痛い。さあ仲間来た。ここは仲間に任せて。で、研ぐ。オッケー、落ちた。で、そうだ、至急用閃光弾がまだあるんだ。これ使うか。顔はどこだ。よし、今のは素晴らしいタイミングだったと思う。待て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 。そんなに効果は持続しないのか、閃光の。3人だった。
さあもう一丁閃光弾行ってみるか。よし効いた。硬い。こいつ後ろが硬いのか。飛ぼう。OK。飛んでった。これあんなとこ閃光弾撃っても落ちないよな。ん？あ、これか。いや、身体能力よ。ほっ。おっしゃ。よし、倒れた。よいしょ。ああ、わちゃわちゃしてる。すげえわちゃわちゃしてる。いてててて。ここなら乗れそうだな。と思ったら仲間が乗った。4人まで乗れたらいいのにな、モンスターに。大変なことになるな、4人も乗ったら。これ来よう。待って、これは落ちる。あぶねえ。おお、落ちてった。さあ滑空して。使った。疲れてる。ちょっと飛びたい。どこ行った？こっちか。捕まって。迷うな。どこ行った？あ、いた！なんだこいつ。お前に用はない。こっちだ。どこ行った？わ、すげえ。めっちゃ重たくなりそう。いた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 。しかもお疲れだ。尻尾切りて。また飛んでったな。どこ行った？戻ってきた。よし、味方ナイス。よいしょ。もうちょいでしょ。空気圧かなんかを喉元に集中させて攻撃してんのか。よし、いや元気だな。仲間ー。
よし倒れた。I can't move。こいつ寝てたせいでだいぶ体力回復しちゃったな。そんなことはなかった。生態調査が若干進んだ。このね、突っ張りってジェスチャーね、ダメージ入るらしくてね、なんか見たわ、アプトノスとか突っ張りで倒してたもん。何の映像だここ。どこの瞬間だこれ。どうも。いよいよね。そうなの？え？飛行テストぐらい準備をしてから機団長さんと話をしましょうか。飛行テストぐらいしてよと団長さんの横に誰かいる。この人が、頼んだぞ。ほう、ロープリフトを作ろう。よし、それじゃあ今回ここまでにしようか。今全域マップでは研究基地いるけど、調査拠点にも戻れはするもんね。よし、 OK。 じゃあ次回は気球飛ばして谷をね、上から見下ろしてみたりすると、テスト飛行なしで。はい、では今回こんなところで。はい、ご視聴ありがとうございました。